どうもアヌビスです。今回は僕のお気に入りのボールペンの一本、カベコのボールペンをご紹介させていただきます。今回の動画の流れはこちらです。まずは商品の基本情報、カベコスペシャルと比較しながら見ていきます。次に使用した感想、いいところも気になるところも徹底的に解説します。最後にまとめとなっております。今回ご紹介するのはこちらのカベコエレガンス。こちらは1ミリのボールペンとなっていまして、同じデザインでシャーペンとボールペン、万年筆がラインナップされていました。エレガンスは残念ながらすでに廃盤となってしまったペンなのですが、僕が高額なペンを買い始めて2本目くらいに購入した思い入れの深いペンでもあり、未だにこちらを使用しています。調べてみるとエレガンスは現在オークションやフリマアプリで1万円前後で取引されているようです。カベコは1883年創業、一度廃業するも1995年によみがえったドイツの筆記具メーカーです。商品はこれまで品質が高くレトロでかっこいいデザインの筆記具が多く発売されており、カベコといえば個人的には万年筆のイメージが強いですが、最近ではカベコスペシャルのシャーペンが一番メジャーな商品となっております。それでは商品をじっくり見ていきます。いや、非常に高級感があってかっこいい。僕は当時このビジュアルに惹かれて購入しました。パッと見キャップ式のように見えますが、キャップはありません。こちらのエレガンスはブラックとシルバーのツートンカラー、口金と軸上部がシルバーで光沢加工が施されています。カベコの筆記具はクリップが付いていないものがほとんどで、クリップは別売りとなっていますが、こちらのエレガンスにはカベコと刻印されたクリップが最初から付いていて、取り外しはできません。カベコスペシャルと同様、軸は八角形、太さもちょうどよくてとても握りやすいです。軸の素材はアルミ、このマットな塗装のおかげか割と滑りにくいです。軸上部の裏側にはカベコ、エレガンスと印刷されている以外は軸にロゴなどもなく、とてもシンプルなデザインとなっております。刀管にはカベコスペシャルと同様ロゴが刻印されています。ノック機構は回転繰り出し式、軸を回転させることでリフィルが出てきます。初期リフィルはカベコの金属リフィル、カベコソウル 1.0 ブルーの1ミリが入っています。こちら G2 規格となっていまして、ジェットストリームと交換が可能です。重心はパッと見高重心かなと思ったんですが、真ん中あたりですね。カベコエレガンスは全長143mm、質量 30.5g、 軸径が 10mm となっております。それでは実際に書いてみます。カベコって以前購入した限定の万年筆もそうでしたが、初期インクやリフィルは青なんですよね。これって何か意味がありそうですね。イメージカラーでしょうか。もしご存知の方がいましたら、ぜひ教えていただきたいです。初期リフィルは1ミリなのですが、このように書いてみると太くないんですよ。 0.7 ミリくらいに見えます。これはインクの粘度が関係してそうですね。次にジェットストリームに交換して書いてみます。滑らかですね。これ 0.7 ミリなんですが、
僕はジェットストリームの方が好みですね。でもこちらの初期リフィルもすごく好みです。それでは良かった点から、まず見た目のかっこよさ。このレトロ感あふれる雰囲気、エレガンスという名前の通り高級感もありとても美しい。ビジネスシーンにももってこいのボールペンです。で次にクリップ、こちらも美しく使い勝手がいい。肉厚で固めかなと思いきや硬すぎずしっかり挟めます。ですのでスーツの胸ポケットにも映えますし、スムーズにさせます。あと最初からクリップありの設計で作られているのに重心が高重心ではないこと、ここもこだわって高重心にならないように作られたそうです。次に回転繰り出し式の感触がいい。収納時途中で手を離しても最後まで回ってくれます。結構バネが強いですね。もちろん書いている時に軸が勝手に回ってリフィルが引っ込むようなことはありません。であと初期リフィルが結構好みですね。個人的には一番大好きなアクロインキに近い雰囲気がありますね。とてもいいと思います。次に気になる点ですが、若干ペン先にブレを感じます。口金とリフィルの隙間が少し大きめですね。書いていて不快になるレベルではないですが、少しだけ気になりました。あとカベコエレガンスの初期リフィルが結構滑らかで書き味がいいんですが、価格が高い。黒を買い足そうとすると Amazon で1本900円ほどするので、別メーカーのリフィルを使用した方がコスパ的にはいいかもしれません。気になる点はこれくらいです。今回はカベコのボールペン、カベコエレガンスのご紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。シンプルなデザインでかっこよく、ビジネスシーンにもぴったり。僕は重めで太めの軸のものが好みなので、こちらのペンはかなりしっくりきます。こちらの軸のような少し角があるタイプのペンに抵抗がなく、重めのペンが好きな方にはおすすめの一本です。今後も廃盤のものや木軸ペン、最新の文房具からお気に入りのものまで、いろいろと紹介していきたいと思っていますので、お楽しみに。それでは今回は以上となります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。